今回紹介する本は、笹淳之さんの、私を通り過ぎた政治家たちという本です。それでは本の内容を紹介いたします。今回、最後の著書と銘打って刊行した、私を通り過ぎた政治家たちは、いわゆる笹メモに基づく政治家円魔帳とも言うべき本です。 政治家でもあった笹さんのソフトモフサや父労をはじめ幼少の頃から遭遇し学生時代に教えを乞い官僚になってから職務上接触したさまざまな内外の政治家を取り上げています。よく言われる話ですが政治家には政治家ステーツマンと政治家ポリティシャンの2種類があります。 権力に付随する責任を自覚し、ノーブレス・オブリージュ、高貴なるものの義務を心得ている人は政治家。権力に付随する利益や協力を優先して追求するのは政治家と、笹さんは定義しています。その観点から戦後日本の政治史でベスト5の政治家と言えるのは、1、吉田茂、二岸信介、 3佐藤栄作4中曽根康弘5石原慎太郎一方国益より私益を優先したワースト後の政治家といえば一三木武夫2小沢一郎3田中角栄4加藤高一5高の陽平要は笹さんはリベラルが嫌いなだけだろうと感じる向きもあるかもしれませんしかしそうではない 自民党内のリベラルな人はいささか無節操で新聞世論に迎合するだけのタイプの政治家が多かったそれに比べて同じリベラルでも野党にいる人はちょっと違うタイプの政治家もいました例えば本書には「憎めない政治家たち」という章がありますがそこに登場するのは不破鉄三、上田浩一郎大出駿といった 反自衛隊、反警察の共産党、社会党左派の論客たちです。国会答弁でも何度もやり合った天敵の中、ですが、こういう人たちは思想心情が守備一貫しており、論的ではあったけれども、どこかで心が通じ合うものを感じていたとのこと。笹節がさえるユニークな政治家論です。では、ここで。 実際にこの本を読まれた方の感想をご紹介します。著者の元上司後藤田を褒めるのはまあ仕方がないな。田中角栄の評価が低い。加藤浩一のことを馬が合わなかったのかボロくそうにけなしている。ついでに洋平くんも。傑作は浜子こと浜田浩一氏の話。 防衛政務次官時の気配りはともかく送別会の時に加藤から浜幸さんと呼ばれて俺には浜田幸一という名前があるきちんと名前で呼べといった話は面白かった加藤孝一が首相になれずに悲惨な落選で議員を終えたのは外務省のチャイナスクールだからではなく人間的なものがあったことがよく分かって面白い 政治史的興味よりも現実の人間関係の観点から読むべき本である。以上、読者の方の感想をご紹介いたしました。興味のある人は、詳細はこちらから、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。また、他の商品の紹介も見てみてください。最後に、 よかったらチャンネル登録をお願いいたします。